飛び火しこのつぶぐ声に何を思うの
供になっても未来が嫌でも視界に入るんだ。見えるようになったんだ。記憶の嘘に限るほど我が野望を掴んだメッセージに行く生命に戻りはあると、開いて握った時未来があったこの手には、誰かに誇れるような生き方を見つけられた時、今まで僕が気づけなかったことを出せる限りも人の優しさに触れていた歌で、永遠なんてくだらない
ネズミ担当、好きなものはギャンブル、明日の天皇賞春がすごく楽しみな九曽ゆりです。はい、赤色キツネ担当、ウエストを横から見た時の細さがキツネ界で一番細いコンコンチーリンです。青色ペンギン担当、ブブカの5月号に掲載されていますカイヒアオです。南崎色コウモリ担当、黒髪ロングで覚えてくださいコウノモリつくしです。ピンク色羊担当、北海道出身、乗馬が特技のヨウムカナカです。黄色リス担当、元ダンサーでただいまバク転練習中のアリスガワカホです。緑色タヌキ担当、チャームポイントは琥珀色の瞳、特技はオーラ診断、コクリホズキです。私たちが戦国アニマル極楽浄土って訳して戦曲です。戦曲はこの後 C ブースにて特典会が行われます。皆さんぜひ遊びに来てください。私たち戦国アニマル極楽浄土は5月25日クラブエイジアで単独公演が決定いたしました。イエーイ。手売りチケットの販売が始まっていまして、なんとこちら署名券もついちゃうので、ぜひ紙チケットをゲットしに来てください。はい、そしてこちらも忘れてはいけません。10月の3日4周年記念単独公演がなんと ZEP 羽田で決定しています。イエーイ。今日ちょっとでも気になったなという方、ぜひ皆さん遊びに来てください。それでは以上、私たち戦国アニマル極楽浄土略して戦曲でした。ありがとうございました。今この手